札幌市が2030年の冬のオリンピック招致の賛否を聞いた道民意向調査について秋元市長は賛成意見が過半数を占めると発表しました今月2日から1万7500人の道民を対象にした意向調査その速報値が公表され札幌開催について賛成どちらかといえば賛成と答えた割合が 郵送で52%インターネットで57%街頭では65%といずれの調査でも過半数を占めました今後集計作業が完了しても賛成意見が過半数となることは確実だということです東京もそうですし北京でもコロナで見られなかったんで子供たちでも見てほしいなっていう。 新しい種目も増えてるからね果たしてどうなのかなそれがね秋元市長は次のステップに進むため関係団体への一層の協力を依頼していきたいと話しました